8月のシンデレラ9。はい、どうもこんにちは、ガロです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、今回はですね、こちらの、山の上高校スカウト、光田つばめちゃんの、新カードが、初実装、されまして、で、そのスカウトがね、来てますよっていう感じ。うん。で、これね、絵がエロくないですか？いや、僕個人的にはね、これね、だいぶもうなかなかのエロだなっていう風に、思っております。もう完全にそれ目当てで引くって感じですね。で、何気にね、ツバメちゃん嫌いじゃないですね、ビジュアル的には。うん。まあ、偽物の天草ちゃんみたいな感じで言われてますけど、まあ、似てますもんね。髪型が、パッツンだもんね。うん。なんか似てる感じありますよね。はい。で、もう特に何がエロいかっていうと、まあ、大きく分けて3つですね。で、まずはその絶対領域。まあ、見せ方としては、まあ、非常にいい感じですね。うん。で、あと、鼠径部の跡。まあ、鼠径部の跡っていうのもね、僕ね、結構好きなんですよね。なんかエロいですよね。うん。で、あとね、脇ですね。うん。脇もね、もう、もろに見えてる感じ。好きですね。で、あとは汗で、もう、汗が、その腕を伝っている感じも、なんかエロいですね。うん、もう完全にかけられたみたいな感じの、ように見えてね、僕は好きです。まあ、何をとは言いませんけどね。うん。はい。で、まあ、ひまわりをね、まあ、ついてますけども、まあ、現状ではね、その使うことっていうのはないんですけども、いずれね、そのツバメちゃんが、UR としてね、まあ、来た場合、うん。もしかしたらね、まあ、いずれ、まあ、そういう来るにしても相当先ですけどね。まあね、一応3年で引退したとは言っても、これね、ソシャゲなのでね、そもそも終わりっていう概念がね、その、ないんですよね。うん。なもんで別にね、その卒業しても引退したからとは言っても、別に出せないなんてこういうことは多分ないと思うので、やり方はいくらでもあるんですよ。うん。まあこれはね、ツバメちゃんに限らず本校の3年生もそうなんですけど、うん。どっかのね、そのストーリー、まあ1年生編とか2年生編とかってストーリーがあるじゃないですか。だから、その、例えば本校の3年生が卒業した、引退したっていうんであれば、別に1年生編とかで、2年生扱いとして出すみたいなこともできますし、うん、まあ別にストーリー上もう引退したからってもう実装しませんよなんてことは多分考えられないので、それは、うん、まあ何やら本校のね、その3年生推しの方とか心配してる方もいらっしゃると思うんですけど、そういうね、やり方がね、まあできますんで、うん、まあそれは、まあいずれもね、運営さんがやるので、まあ僕がどうこう言ってもそれを実行するのかどうかわかりませんけど、まあね、ストーリー上引退したからもう出しませんっていうことは多分ないと思います。うん。だもんで、その理論で、まあ行くんであれば、ツバメちゃんもね、まあ引退はもう海洋戦にね、負けてね、引退はしたんですけども、まあいずれも UR はね、その実装されるんじゃないかなと僕は思います。まあ相当先だと思いますけどね、実装されたばっかですし。うん。まあだもんでね、そういう UR で、出された時に、まあこの辺のね、スキルがね、生きてくる。使い道があるというような感じで、やっぱりね、そのまあツバメちゃんって言ったら総力に定評がある感じだと思うもんで、でやっぱりね、総力が超究極持ってたりだとか、でまあスカウトのね、新カードのステータス値見ましたけど、やっぱり総力特化って感じですね。うん。まあ今後ね、まだ他にシーンが出てくるのかっていうところも、楽しみにしていこうかなって感じですね。はい。で、変換ポイントは30ポイントなので、10連引けば10ポイントもらえて、で、30連が天井になっていて、で、非常にね、狙いやすいなって感じですね。ゲットしやすいなって感じですね。はい。という感じで、まあ、先週変換で、ポイントで変換するタイプなので、道中出なくても、シルエットが見れるという感じですね。はい。で、もう、おはがちゃはね、もう引いてますけども、まあ、出てませんね、安定の。うん。はい。ではね、30連行きましょう。はい。まあ、最大30連で出てくれば、道中出てくれば、それで終わりです。はい。では行きましょう。さあ、10連目。おお昨日も見たな、初回10連でしたよね。うん、10連ゲットあるよ。うん。で、知らないシルエットが来れば、まあ、確定ですね。中国産とかないので。うん。はい。では、どうなんでしょうかというところ。うん。はい。まあ、大体ね、ツバメちゃん、おー、いきなり来た
一発目で来たっていう。はい、このままでは終われない。ありがとうございます。エロいなエロいな、汗がエロいのよ。で、太ももにもあるしね。これだいぶね、エロだけで見るんであれば非常に好きですね。ありがとうございます。充電一発目です。はい、ありがとうございます。まあもうあとはね、適当でいいでしょう。はいはいはい、というような感じ。昨日もなんか、昨日なんか、しのぐもちゃんも10連目で、引きましたけど、なんかおー、本庄さん、2押し目の本庄さん、ありがとうございます。はい。いやー、これは、ひまわり持っていて、優秀な新カード、溢れましたね。はい、ありがとうございます。保管庫雪かな。はい、10連で2枚 SSR、ありがとうございます。で、つばめちゃんも、引けたよというような感じで、エロい。はい、エロいですね。脇、太もも、鼠径部の後、素晴らしい。うん、で、汗の感じも何やら何かをかけられたような感じで、非常にいやらしい新カードと、僕は、思っております、勝手に。はい、ではね、まあ、なんだっけ、そう、悩み解消を見ていきましょう。悩み解消は、チーム、選手管理。で、内野手なんですかね。内野手のはず。内野手のはずなんですけども、内野手だっけ？内野手？内野手じゃない。外野手か。あ、そうか。外野手でしたね。そういえば。センターとかでしたっけ？全然その辺把握していませんけど。あ、いた。センターですね。はい。で、まあ、悩み解消の方ね。まあ、見ていこうぜという感じ。で、スキル習得じゃない。才能開花。物覚えが悪い。今年も野球部に新入生が入ってきたわけだが、体験入部から2週間近く経った今でも一人一人の名前を覚えることができない。他の上級生は早々に距離を縮めているようだが、どうしてそんなにすぐ顔と名前を一致させられるんだ。私に記憶力だけがないのか。いや、そんなはずは。なんか、つばめちゃんってなんか変わってますよね。うん。そういうなんか変わりもんっていう部分だけを切り取ると、まあ、ちょっとタイプが違いますけど、まあ、天草ちゃんとちょっと似てるなっていうところはありますよね。ちょっと変わってるという部分では。なんか抜けた感じの子ですよね、なんかね。うん。で、名前を覚えられないタイプ。僕は割とね、その名前を覚えられる、比較的タイプではあるんですけども、うん。まあ、まあ、こちらのツバメちゃんはあまり覚えられないというような感じ。うん。ではね、見ていきましょう。どんな感じなんですかね。はい。さあ。おそらく、山の上高校のグラウンド。そこの、おい、青木、このボールケース、ベンチに運んでおいてくれ。おい、おいって言うんだ。なんか、合わないようで、なんかどうなんですかね。まあいいや。はい。あ、はい、わかりました。やっておきます。青木ハテナって何？青木ハテナって何これ？はい、やっておきますと。光田先輩、言いづらいんですけど、私、青木じゃなくて、神木です。青木は今、部室で、着替えています。あ、ハテナってそういうことだったんだね。名前が、まあ、間違っていたというような感じ。でも、顔と名前さ、一致させればさ、なんかわかりそうなもんですけどね。うん、はい。そうか、すまない。謝った。あと、これも言いづらいんですけど、名前を間違えられるの、これで5度目です。5度目は間違えすぎじゃない？うん。だいぶ天然ですよね。5度間違えるっていうのはもう天然です、これは。もう天然キャラ確定です。うすうす感じづいてはいましたけど。はい。いや、何ですか、そんなバカな、みたいな顔。本当ですって。面白いな。ははどんまいどんまい。光田先輩に名前を間違えられるのは、うちの野球部の恒例行事だよ。恒例なんだ。そうなんですか。覚えてもらって一人前みたいなところはあるから、ですよね、先輩。はてな。そうなのか。そうだね。名前を覚えられるのはもう5度間違えられるぐらいだから、まあ相当時間がかかりそうですね。うん。それか何かの印象がない限りは覚えてもらえないというような感じ。で、レナ様、海洋のレナ様は名前を覚えてもらってるんでしたっけ？うん。まあ確かそんなストーリー、そんな感じで見たような、見ていないような。はい。懐かしいな。私も最初の一月くらいはよく間違えられてたっけ。一月。一ヶ月ぐらい間違えられていたと。じゃあ一ヶ月、ボーダーラインはじゃあ一ヶ月なんですかね。覚えられるっ
ていう部分では、うん、昔話はいいから練習の準備に取り掛かれ橋本。はいってちょっと私は橋本じゃなくてまた間違えてる間違いすぎや秋元だろ、言われなくても分かってるよ。さあ青木も行こう。神木ですまた間違えたもうど天然だなこれは。すごいな、面白いよ。うん、はい、さて今日は1年に 50m を走ってもらって、それぞれのタイムを測定するとしようか。光田はゴールで、計測を頼む。これストップウォッチと、1年のディストだ。上から順に走らせるからなこれ大丈夫？これゴールで任せちゃって、なんか違う人のそのタイムと実際のその人のタイムと、名前が間違ってるみたいな感じで、なんかディスト、通りそうじゃないなんか怪しい感じするけど、わかりました。わかってないでしょ絶対アップのダッシュを見ている限り今年は際立って足の速い1年生がいなかったはずだ。少なくとも私よりは。よーい、はい。さあ走り出しました。8秒に青木か、もう少し、ももを上げた方がいいな、多分神木ちゃんですね絶対間違ってるからね。神木ちゃんが、8秒2っていうような感じ。でも女子で8秒2、うん、どうなんですかね。うん、早そうな気はしますけどね。うん、女子で7秒台いけば、まあかなり早いと思うんですけどね。うん、8秒2はまあ普通に早いでしょう。よーい、はい。さあ次。7秒3。おお、7秒3早くない女子で7秒3早くないいいタイムだ。今走ったのは。ふむ。誰？神木。なんか間違ってないこれ。また間違ってませんか？あ、私ですか？あ、これを部室まで頼む。一人だと思いだろうか。あそこにいる青木にも手伝ってもらえ。絶対間違ってるよね、これ。あ、はい。わかりました。えへへ。それから7秒3じゃない神木ってなってる。うん、どっちが正しいんだこれさあどっちなんでしょう。お前はいい足を持っている。もしかしたら将来的にライトではなくセンターを任される可能性も。いや待ってください先輩、しれっと話を進めようとしてますけど、私の名前を呼ぶ前に今なんかどうした？7秒3のタイムのこと気にするな。え、今の何？どういうことなんだ？見返せばわかるのかな？はい、悩み解消しましたけど、なんかおかしかった。ちょっと読みながら、っていう感じなもんで、ちょっと僕自身が何のことか気づいていない。うん、名前が合っていたっていうこと？それともタイムのこと？うん、ちょ、わかんない。まあいいや。あとでちょっともう一回見返してみます。うん。まあとりあえず、名前間違えすぎ問題ですね。ド天然キャラだっていうことは、もうこれではっきりしましたね。まあ、薄々ストーリー見てて、わかってはいましたけど。うん。まあ、ストーリーの方は、ケイちゃんとキシちゃんが、まあ、キャッチャーで、マスクを被っててわかりづらいみたいな言い訳してましたけど、そういう問題じゃなかったですね。で、あとね、制服もね、公開されているので、ちょっとね、交流画面で、ちょっと全体見てみましょうか。本校で、ライバル校ですね。どこ？あー、なるほど。スカートの丈は、まあ、短いわけではないですね。短くしてくださいよって話なんですけど。まあ、普通になんかこう、公立高校っていう感じの制服ではないですね。うん。まあ、普通にお高い学校のところ。やっぱりね、このぐらい短くはしてもらいたかった気はする。光月とかね。うん。まあ、ちょっと竹の長さが、まあ、普通かなっていう感じ。うん。セクシーさはないな。僕、ミニスカ派なんでね。うん。まあ、もうちょっと短くしてほしかったなっていうところはある。で、まあまあ、ソックスは、まあ、普通かなって感じですね。うん。はい。という感じで、まあ、昨日に引き続き、10連でお目当てを引けたというところで、しのくもちゃんあたりからは、なんか運が良くなってる。無駄に運が良くなってますけども。まあ、とりあえずね、天井までに、引けて、良かったっていうのと、まあ、まあ、つばめちゃん、キャラとしては、好きですね。割と好きですね。ビジュアルは、そんなですけど、うん。まあ、そんなですけど、内面っていうか、中身が好きですね。
うん、なんかちょっと癖のある感じ、癖のある感じ。うん、はい、という感じでね、まあおそらくまあこれを弾く人っていうのは多分まああんまりいないのかな、どうなんですかね。うん、まあライバル、好きな人だとか、まあコンプ勢の方とかが弾くのかな。うん、まあ僕は完全にシーンカードがエロいから弾いたっていうだけですけど。はい、という感じでまあ弾けてよかったですね。で、悩み解消もね、まあ公開することができましたんで、まあ弾かないよっていう方はね、まあ今回の動画まあお得なんじゃないかなっていう気はします。はい、で次はね、無料スカウト、チケットをねちょっと消化していきたいと思います。150連プラス SSR 確定チケット5枚、消費していきますんで、まあそちらの方もねよろしければ、見てみてください。はい、ということで今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。